桑田和子のオンラインミニ講義第42回です。今日のテーマは頑張ると精一杯やるの違いです。何か新しい仕事とか役割を与えられた時、頑張ります、一生懸命取り組みますっていうふうにね、まあ言ったりしますよね。で、まあ途中でも今頑張ってますとか、一生懸命やってますって終わった後で、頑張ってできました、あるいは頑張ったんだけどちょっとできませんでした、一生懸命取り組んだんですがっていうような、まあ、人から頼まれたり役割として与えられたことの場合もあるし、まあ、自分で目標を持ってやるっていう時に、頑張ったんだけれどもできなかったとか、一生懸命やったからまあこれはこれでいいとしよう、成果は得られなかったけれども一生懸命やった、私はその過程を大事にしたいみたいな方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、ここで気をつけないといけないのは、この頑張るとか一生懸命やるということが口癖になっている方は、もしかしたらマイナスの世界の住人かもしれないです。つまり一生懸命やらなければ成果が取れないとか、頑張らなければ、まあ、普通にやっていては結果に至れないっていうような、そういう思考ですね。前提がマイナスからスタートしている、マイナスからスタートしているから、ものすごく一生懸命やらないといけないとか、頑張ってやらないと、まずマイナスだからゼロにもいかない、ゼロを超えて成果を取ろうと思ったら相当頑張らなければいけないっていうようなことになっていたりします。で、なんですが、皆さんがもともと持っていらっしゃる強みを使ってやっていく、物事に取り組む、成果に向かうっていう時には、その頑張らなければできないっていうような考えではないんですよね。まあ、考えとか関係ないかもしれないですね。まあ、頑張らなくてもできるし、普通にしていて、強みだから普通にしていて他の人よりもできてしまうってことになるんですね。ただ、じゃあ強みを使ってやっていれば、適当に緩くやっていて、まあ、成果が出ているからいいじゃないかっていうのもやっぱりちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。人として人としてもう強みでやってるから、もう成果出てるからいいじゃんみたいなのってね、まあそれだけでずっとずっとやってくるっていうのは、あまりにもやっぱり甘えているし、自分の強みに甘えているし、まあ強みだけじゃなくて周りの環境とかそういうものに甘えていて、こう自分を磨くっていうこと、磨いたりもう絞って伸ばすっていうことをやっていないってことなんですね。だからこう頑張る、まあ、必要以上に頑張るとかそういうことではないんだけれども、自分の力を使って今できることをやりきれるだけやる、その人と比べてではなくてね、自分の力を使って今できることをやりきれるだけやる、で、まあ、これが精一杯やるっていうふうになるんですけど、まあ、枠内でできることをやりきるっていうのが、まあ精一杯やるっていうことなんですね。で、この精一杯やった時にはまた枠が広がっていきます。その枠の外に出ていくとか、枠とは別の違う枠でやっていくっていう風になっていくので、まあ、この伸ばしていったり広げていったり、また別の世界、次の世界に行くことによって、その世界が広がって自分のものになっていくっていう風になるんですね。ですから頑張る、一生懸命やるっていうのと精一杯やるっていうのは似ているんだけれども、こう微妙に違うっていうことを覚えておいてください。はい、では今日はこれまでです。